世界が注目するギリシャの総選挙はいよいよ17日に迫りました。その選挙直前のギリシャでは人やお金のギリシャ離れが進んでいます。その現場を取材しました。イギリス・ロンドン郊外、わずか数名の会社にこのところある問い合わせが急増しています。θέλετε να μεταφέρετε χρήματα στον Ενδύνα, από πού παίρνετε τηλέφωνο? ギリシャ人のコンティスさんが経営するこのコンサルティング会社には5月の選挙後ギリシャから口座を開設したいという問い合わせが急増しています。Especially after the election, we've seen an increase approximately, say, 20 to 25%. Where we used to have, say, an average well in advance of 300,000, the average has actually dropped now, probably below 100,000. これまでは富裕層の利用が主でしたが、今は中間層にまで広がっているといいます。こうした中、ギリシャのある地方都市で現金に依存しない新しい動きが広がっています。街中の惣菜店。男性は惣菜を注文すると小切手を書き始めました。支払いに使ったのはその小切手です。男性が渡したのはこの地域だけで使えるテムという地域通貨の小切手です。αυξήθηκε κατά κάποιο τρόπο ο τζίρος. Έχει μια άνοδο της τάξης των 20%. 40-50 τεμ την ημέρα. 4月からはテム専用の市場もオープンしました。テムの口座は身分証明書があれば開設できます。ユーロは必要ありません。1テムは1ユーロに相当。物やサービスを提供することでテムを手に入れ、たまったテムで物やサービスを買うのです。例えば何か欲しいものを見つけた場合、値段とお店の人の名前、私の名前を記入して窓口に登録するというシステムです。口座の管理はネット上で行い、電子マネーのように使えます。地域の人が用意できるものを持ち合い、テムでやり取りしていけばユーロは必要ないというわけです。εμείς εδώ τώρα στην Ελλάδα που έχουμε πρόβλημα, δεν υπάρχει ρευστό, δεν μπορούμε να κινηθούμε. Μπορούμε και παίρνουμε διάφορα αγαθά, πιο πολύ για τρόφιμα. Το καλύτερο στοιχείο κατά με η αλληλεγγύη που υπάρχει ανάμεσα στους ανθρώπους και ερχόμαστε λίγο πιο κοντά γιατί έχουμε αποξενωθεί. 2年前、当初は5人だった会員数も900人近くまで増えました。Η ουσία είναι σε όλο αυτό να βοηθηθούν τα άτομα, όσοι παίρνουν μέρος σε αυτό, να έχουν μια βοήθεια, να βοηθηθούν. Αν είσαι φτωχός με ευρώ ή φτωχός με δραχμή, το ίδιο πράγμα είναι. マネーの動きを変えた債務危機。それは遠く離れたニューヨークにもある変化をもたらしていました。ニューヨークのこのエリアはギリシャ人が多く住むことで知られています。ご覧のようにギリシャの国旗を掲げました小売店やレストランなどが多く軒を連ねています。この会社ではアメリカへの移住を希望するギリシャ人の永住権取得などをサポートしています。実は今移住を希望するギリシャ人が急増、毎年 1.5 倍の勢いで増えているといいます。In a situation where the economic downturn is causing a lot of people to doubt that the country is going to run smoothly. And if you're any kind of an intelligent person, you want to make sure that if you have an out, that you're taking it before everybody else does. 去年アメリカの永住権を取得したギリシャ人はおよそ950人。それまでは700人台で推移していました。こちらのギリシャレストランでは移住してきた新しい客が目立つようになってきたといいます。従業員もギリシャからの移住組、
みんな働くならアメリカと口を揃えます。I saw some of them, they have families here, so they came with their families and they work and they're happy. They think that they can make a lot of money, which is like the American dream and all these things that everybody. 新たな選択を前にしたギリシャ。危機の最中、マネーが、そして人が海外へと動き始めています。VTR 前半のテム、もうユーロは使ってないっていうことですけど。そうですね、どうしちゃったんだろうという気はしますけれども、ええ、通貨っていうのはやっぱりある程度その資産との見合いで中央銀行が発行していて初めてその通貨に信任が出るということでもありますし、まあ、今見ると人がちょっと出ていってるようですので、まあ、これを見るとユーロ離脱ってやっぱり当面はできないだろうなと。ええ、